ワクワク2枚ルールでしょ。いやー意味がわからん。ワクワクするかな。最初はグーじゃんけんほい。じゃあそっちからじゃんじゃん。そしてワクワクルール解放。うおお、進化がすぐ出せる。サイド1枚戦。どういうこと？え、あ、俺1枚でいいんだ。はい。あ、これどういうこと？ずっと同じポーズ。いや、手ポーズ。これ こうするとき片足立ちね。これ1枚勝ったよ、これ。あとこれちょっと強くないですか。サイド1枚1目と30大きくなるけど1体でもやられたら負けたから。はい、ドローで出します、はい、本当は出さなくてもいいですけどね。じゃあ1個つけてエンドです。はい、ドロー。あ、片足が、あ、これって変えてもいいんですよね、別に。うん、いや、ずっと同じポーズだよ。いや、うん、私ちょっと片足を膝に乗っけて。違う違う、これハチクと同じ坊主しなきゃいけないんだ。どういうこと？だって普段こう持ってこうやっちゃう。嫌です、嫌です。じゃあこれ交換しよう。じゃん、でも膝が使った。あ、ダメージプラス20になった。やった膝が で、俺進化すぐ出せるって書いてあるから、はい、出します。ひどいブーブーひどいね、確かにひどいね。ブーブー、そっかそっか。羽根つけます、さなります。ハイパーボールかな。5枚引くよ、はい、1、2、3、4、5。スーパー強いんですか。おお、いいじゃないですか。じゃあ体当たり10。あ、残念ながら、あ、抵抗力だ、効かない。エンド、ドロー。これでナメクして負けたらどうしよう。1個つけまする、進化しまする、エキサークルなんで20の40です。40、わー、死ぬ死ぬ。へっ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 。あ、その曲でしたっけ。初期のやつしかしかない。確かその曲だったような気がします。太鼓の達人にもありましたし。あ、あるんだ。 XY のやつ。はい、そうだね、音楽アレンジされてるけど主旋律は同じなのかもしれない。ちょっとこれはひどい。ひどいね、うん、この2つはちょっと。ちなみにこの2つってなんか師匠見れるよ。どうぞ。じゃあちょっと見れる前にメタチェーンとか使うんですか。ディアルガをコールします。ディアルガ、ディアルガです。そしてディアルガに N つけます。で外してメタチェーン逃げます。ディアルガ出します。のメタちゃんですか。あ、違う、逆だ、ごめんね、いろいろ間違ってごめんね。そっかそっか、ベンチにしかつけられない、しょうがない。じゃあまあ外して、でメタルチェーンでベンチポケモンにしかつけられないよね、ほら。そうですよ。だからアタッカーっぽいのはこっちかな。ヒードランにつけます。はい、しょうがない。でこのままエンドです。ドロー、ひどいぞ、事故ってる。じゃあ10万ボルトで120。うわ、強っ。120、あ、そうか、こいつか。はい、強、死ぬ。死んでください。じゃあドローします。ドロー。早くおさらばしてください。そうすればこっちも2枚引けるんですから。じゃあ、N つけて、この防御力上げたよ。はい、終わりだよ。ドボ、ティエちゃん、わらわら、ティエちゃん、ワン、ツー、スリー。あー、事故ってる。もうエネルギーがなくなっていくんじゃないですか。一個つけて M です。ドロー。ちょっと事故ってるぞ。俺もちょっと良くないぞ。そうですか。スケール、はい、来るの、クロノ？うん、クロノワインド60だけどマイナス20で40ですね。40ですね。これ1体落とせば勝ちだから、ここは積極的に。終わり。でもこの2つのコンボは強いですよ。そうなの、30大きくなってるのか。うわ、結構計算狂ってる。確かに強いな、これはこれで。1個つけてエリキサープルの40。40はい、死にました。
シングライバー、あと20です。嘘つくなよ。しかも鋼があるから40が軽減される。あ、30だ。こうなってたところ30だから、こうか、こうだな。150ダメージ、エンドレース、ドロー。勝っちゃったんじゃない、さすがに勝っちゃったかも。いや、そりゃそうですよ。そうね。じゃあ150の120ダメージだったらもう落ちるもんな。そりゃそうですよ。まあワクワク勝ちって感じですね。ひどいですね。なんとこれはワクワクセットを買わないとついてこない超レアカードです、ね。いきなーって言っちゃいました。自分でも何言ってんのか分かんないくる。いきなーとか言っちゃいました。何語ですか。え、サイド3枚。メイ語ですから。メイ語。あ、それかグッチ語。最初はグッチ。じゃんけんほい。はい、先行いただきます。ワクワクルール解放。お、毎晩ヒットポイント20回復。そう、山札から2枚引く。クソ強。ああ、やべえ、一旦やられてる、負ける。オッケー、サイド戻した。じゃあ、はい、そちらからでしたっけ。はい、ドロー。まあ俺2枚引けるからな、言うても。で20回復するからな。やべえ、これ手札見せてもいいくらい超強え。1個つけまする。うん、あ、俺これオープンしたっけ。で、ソウルディングつけます。はい、メガ進化しません。早くね、駆け抜けないの。え、だから一番最初技使いませんか。あ、そうか、ドロー。一番最初からこれは強い。あ、ドロー、山札2枚引きます。どうぞ。強い強い。ハイパーボール、フローの始まり。1枚、2枚。あ、これ何でしたっけ、ベストウィッシュだ。これベストウィッシュ時代ですよ。一体やられたら負けだからな、やばいな。そうですよ、ターボボールとして、はいはいはい、ドーミダーを持ってきて、ドーミダー出すよ。どうぞ、出してください。やばいやばい、ターボボールと、やばい。ターボボールと2発食らったら終わったですよ。逃げれない、エネルギーつけるよ。そしたら100になりますね。博士の手紙つける。どうぞ。2枚持ってくる。基本なんですよね。よいしょ。特殊だったらもうすっごく強い。何もできないな、終わりだ。ドロー。はい、1個ちげてターボルドドーン。いくつだっけ。 100です。ただこれで軽減、これで軽減されてるのか。うわ、死ぬ。これポケモン入れ替え引かないと死ぬね、これ。うん、ドロー。ポケモン入れ替え引いても死にます。つけた。こいつ一体でも十分。メタルちゃんつけたよ。こいつ一体でも十分だ。やばいよ、やばい。あ、終わりました。はい、つけて。あ、ちょっと待って、効果で。あ、そっか、80だ。80回復します。80回復。あ、フーロの効果でもう一枚引くの忘れてました。思いっきり忘れてますね。ドロ。こっちベルのお願い強いぞ。でも解決しなかった、終わりです。ドロー。ターボボルト、ありがとうございます。ありがとうございました。超早い。ていうかサイド1枚戦、これちょっと除外しようかな。タクチャンネル、いつもご視聴いただいてありがとうございます。今ですね、ゲームマーケット2015年秋に向けて、タクチャンネルのオリジナルのゲームを開発中でございます。今ちょっとキャラクターの下書きがあるんですけど、で、そのどんなゲームなのかっていうね、ゲームの内容を少しずつ YouTube の再生リストの方にアップしていこうと思ってるのでね、よろしければチェックしてみてください。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたたち